こんにちは、マスミです。本日はラングチェインプロンプトについて解説します。この動画を見ることで、プロンプトエンジニアとしての引き出しを一つ増やすことができるでしょう。ラングチェーンの大枠についてまだ知らない方は、こちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。ラングチェインプロンプトとは、プロンプトの管理、最適化、シリアル化などをすることができる機能です。もちろんこのラングチェーンを使わずともオリジナルのスクリプトでプロンプト管理などをすることはできます。しかしラングチェーンを使うとパッケージ化されているため少ないコードで記述できます。またチームで開発しているときに統一された技法でコーディングできるという点でも非常に便利です。ラングチェーンプロンプトの機能としては主に3つあります。1つ目の機能はプロンプトテンプレートです。プロンプトテンプレートとはプロンプトをテンプレート化し、プログラミングによりプロンプトを生成するための機能です。シンプルに文章内の特定の単語を変数化して虫食いにしたテンプレートだけでなく、教師データを入力するためのテンプレートも作成可能です。例えば、フルーツの名前から色を出力する指示をするときに、リンゴ、赤、キウイ、緑、ブドウ、紫というように少数の教師データを入れるフューショットラーニングと言われる手法を使うときに便利です。2つ目の機能は Example Selectors です。Example Selectors とは大量の教師データからプロンプトに入力するデータを選択するための機能です。例えば100件の教師データがあったときに、その中から30個ランダム抽出するような機能を作りたいときに便利です。3つ目の機能は Output Parsers です。Output Parsers とは出力のデータ形式を指定するための機能です。例えば出力をカンマ区切りの形式や指定したクラスの形式で出力することができます。また、もしも指定したフォーマットにならなかったときに、そのフォーマットになるまで修正を繰り返してくれる機能などもあります。それでは、ここから Python を用いた具体的な実装方法を説明します。まず、環境構築の方法を説明します。ラングチェーンを用いるために、pip インストールラングチェーンをしておきましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI をしましょう。ライブラリのインストールが完了したら OpenAI の API キーを設定していきます。こちらのダブルクォーテーションの中に API キーを設定して実行しましょう。環境構築はこれで完了です。次にプロンプトテンプレートの使い方を説明します。ここでは〇〇について30文字で教えてという風なテンプレートを作成しており、〇〇をサブジェクトという変数に置いています。この変数に関する情報とテンプレートの情報をプロンプトテンプレートというモジュールに入れてインスタンスを作成しています。そしてサブジェクトの中に IT エンジニアという文字列を入れてプロンプトテキストを生成しています。この状態で実行するとこのように IT エンジニアについて30文字で教えてというような文字列が生成されます。そしてこの文字列を LLM のモデルに入力し、このように LLM の回答を得ることができます。先ほど紹介した通常のプロンプトテンプレート以外にもフューショットラーニング用のテンプレートも用意されています。次のように JSON 形式の教師データをプロンプトに変換してくれる機能を持っています。ここではフルーツの名前と色を紐付けたデータを用意し、そちらに対してフルーツの色を漢字で教えてとプロンプトで入力しています。こちらを実行するとこのように先ほど用意したデータに加えて質問文ですね、フルーツ、オレンジ、色は何ですかという質問に対して LLM は橙色というふうに出力することができています。ここまでは LLM のテンプレートを例示してきましたが、チャットモデルの場合は次のようにチャットプロンプトテンプレートというテンプレートが用意されています。 LLM と同様にシステムや人が入力するテンプレートをそれぞれ作成し、効率的にチャットモデルへ入れるプロンプトを生成することができます。こちらを実行するとこのように本来チャットモデルへ入れるべきシステムメッセージやヒューマンメッセージの配列を出力してくれます。そして質問に対する回答としてチャットモデルが回答を出力しています。ちなみにラングチェーンハブというリポジトリにラングチェーン公式のプロンプトが用意されており、そのテンプレートをロードプロンプトというコマンドで呼び出すことができます。次に Example Selectors の使い方を説明します。 Base Example Selector という基本となるクラスが用意されているため、こちらを継承したクラスを作ることで
教師データの選択をすることができます。そしてこちらのクラスの中に教師データを追加する関数と教師データをサンプリング選択する関数を用意しています。ここでは教師データの中からランダムに2個抽出するというような関数を作成しています。まずはじめに教師データの登録を行います。カスタムエグザンプルセレクターの中にエグザンプルを代入し初期化をしています。そしてエグザンプルズという属性を呼び出すことで格納されている教師データを確認することができます。一度ここまでで実行してみましょう。そうするとこのように先ほど初期化した3つの教師データが確認できます。次に教師データの追加をしたいときは addExample のメソッドを使用します。最後に教師データの選択をしたいときは SelectExamples を実行しましょう。そうすると教師データの中から2つの教師データをランダムに抽出してくれます。今回紹介した BaseExample Selector 以外にもプロンプトの長さに応じて選択するデータの量が変わる LengthBased Example Selector やプロンプトとの関連度に応じて教師データを選択する MAX Marginal Relevance Example Selector、 N-Gram Overlap Example Selector、 Semantic Similarity Example Selector などがあります。最後にアウトプットパルサーズの使い方を説明します。例えば生成系 AI から回答をカンマ区切りのリストで出力したいとします。そんな時はカンマセパレイテッドリストアウトプットパルサーが便利です。ここのコードではプログラミング言語を5つ列挙してという風な指示を作成しています。こちらを実行するとこのようにプログラミング言語をカンマ区切りで出力してくれています。今回使用したカンマセペレーテッドリストアウトプットパルサーの中の get format instruction というところの指示文ですね。ここで抽出された指示文を format instructions というパラメータに代入することでこのようなことが実現できています。また今回はカンマ区切りで出力する例を挙げましたが pydantic output parser を使うと任意のクラスの形式で出力することができます。ここでは job というクラスを作っており、この状態で実行をすると次のようにジョブのクラス形式で出力をしてくれます。またここまで説明してきたようなアウトプットパルサーを使うと稀に誤った出力をしてしまいます。そのような時にこちらのアウトプットフィクシングパルサーを使うとフォーマットが誤っている時に正しいフォーマットになるまで繰り返し修正をしてくれます。ここではジョブというクラスの形式で変換をするパルサーを用意しそちらを代入しています。しかし実際の入力としてはジョブのクラス型ではなく JSON 形式のデータを入力しています。このような時でも次のようにアウトプットフィクシングパルサーを用いると上記のこの JSON 型のデータをジョブ型のクラスに変換してくれます。以上、本日はラングチェーンプロンプトを解説しました。次の動画ではラングチェーンインデックスを解説します。またもっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているためぜひチャンネル登録友達追加お願いします。ではまた。